なんかさ、最後、いろいろさ、こう、片付けとか終わってさ、本当に一瞬だけさ、その、アクア先輩が座ってた椅子に座ったの、いなかったから。そしたら、ふーって戻ってきて、めちゃめちゃ目をかっぴらいて、ラミちゃん、席取った？ ラミちゃん、そこ、私の席なんだけど、ちょっと座っただけなんだけど、つって。私の席。かわいかったよ。赤先輩。声は小さいけど、表情が大きいみたいな。驚いた顔とかすごいよくする。はぁみたいな。リアクションが大きい。癒された。ちょっとね、そう、ノエタンの雑談枠も見たけど、母性が働くというか、そう、すごいかわいかった。なんか、お寿司があったんだよ、お寿司。アクア先輩って卵が好きみたいでさ、で、アクア先輩の目の前に、その卵のお寿司があったんだよ。それが好きみたいでさ、ラミーは何も言わずにずっと見てたんだけど、なんか最初入ってきて、こう結構みんなが、周りが盛り上がってて、ちょっとアクア先輩がまだ会話に入りきれない、ちょっと気まずい感じの空気の中、とりあえずお寿司でも食べようかな、みたいな感じで多分、目の前の、その卵のお寿司をさ、食べようとしたんだけど、なんかその卵のお寿司をさ、こう、お箸でつまんだら、めちゃめちゃ全部ボロボロに崩れて、ご飯はもちろんなんだけど、上の卵も3分割ぐらいにさ、取れてて 誰も見てないとか、ラミーは見てたんだけど、すごい目の前でかわいそうなことになってて ボロ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 ってなってるのをお皿にちょっとずつこう拾い寄せて、ちょっとずつ食べてて すごい不器用と思って かわいかった。で、その後、ミオ先輩が、アクタンが来たら卵焼き作ろうと思って、食べる？って言ったら、アクア先輩が、めっちゃいい笑顔で、食べる！って言って。めっちゃ可愛かった。キッチンの方に、我慢できなかったのか、もう作ってるとこを見に行ってて、なんか、アクア先輩が一番最初に食べたんだけど、もうラミは見てたね、真正面で、あの最高のキラキラとした笑顔を、美味しいって言って。すごい美味しそうに食べてた。あれは確かに、マリタンが産みたいというのもわかる。母性をくすぐられる。ラミちゃんも産みたいの。ああ、産みたいかも。イエーイ。はい、はい、うーポンポン。うー、せーの、ゴーゴーレッツゴー。